聖夜、紫龍、春の3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント、乙女座バルゴの釈迦が守護する第六の宮処女宮へ乗り込んだ。だが釈迦の強大なコスモの前に聖夜たちは圧倒されるばかりだった。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えん。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。この線を越えると死ぬぞ。迷わずあの世に行くかな。ファイト。私にあだなすとは心得者め。命が惜しくばおとなしくひざまずき、大地に頭を下ろして私を拝め。残念だが俺は真実は信じない。このバケが、俺が萎縮しているのが天と王に分かる。この敵なり、まさに蛇に睨まれた火星とは何のことか。反逆者の君にもはやクロスなど不要だ。これだけ私が敗任してやろう。変な報復。何をしようとも俺は蘇ってみせる。お前こそフェニックスの炎で灰にしてくれる。オウム、変な報復。相手は神だ。重要なものは倒して倒るのみ。言っただろ、死ぬ覚悟はできているのか。どうやら私は君を見くびっている。オウム、変な報復。変な放任。また私が一声するだけで今度は君の首が落ちるな。いかがだ。やっておる。人道を渡そうか。オウム。暴力転生剣王ウィナー。どこへ行こうと俺の勝手だ。何もかも捨てたはずが、これでは。釈迦よ、お前はそれほどの力を持っていながら、なぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けぬわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の片割れか。
どうした？答えられんのか、釈迦。私はどんな相手であろうと、悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇、正義だ。バカな。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感すべて立ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。何？天部降臨。釈迦の目が開いた。バカだ。腕が、足が、全ての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュッ、どいていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。バカな。一騎のコスモが恐ろしく増大していく。神に近い男といえど地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行ったな。ファイト。一騎の六感は全てのはず。ゴールドセイントしか体得していないセブンセンスに目覚め始めたというのか。吠えろ。待て。釈迦よ、聞こえているだろう。これだけ見えなかった。このセブンセンスではお前の姿を抑えることができるぞ。これだけ。そろそろ分かってきただろう。一気にいくら君が歯を食いしばって見たところで君たちが再び光の差す場所へ戻ることなど決してない。オウム変な幸福。オウム変な幸福。幻覚。これだけか。お前の恋の気あるかぎり。お前が神に近かろうが何だろうが関係ない。この世で耐えるものはこの俺自身の力だけよ。これだけか。ウィナー、俺は神仏は信じない。かつてフェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ
神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ、シャカよ。俺と10万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ、シェン。聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。第7の宮天秤宮において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセイント数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのだ。苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死同士が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老師が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします、老師。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。よし、このソードを使わせていただきます、老師。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇る！発動よ！やった！氷河！体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。第8の宮天轄宮へ突入した聖夜とシリュウ。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜とシリュウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。他愛のないとは言うまい。この天轄宮まで登ってきただけでも大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな、お前は。
キングナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を、凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ、貫き通すものだ。何？この結晶は？カリツォ！見ろよ、今度はお前が動けなくなる番だ。聖夜、シリュ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に念じて、命だけは許してもいいぞ。ファイト。この程度の決勝で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。スカーレットニードル、アンカレス。聖夜たちが天活球をするので、おとなしくしてもらいたい。終わりだだけだ。よかろう。望みどおり、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をして終わりだ。ディストリクション。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できると本気で思っているのか。何かしたのか。効果など最初から考えていない。いくら不可能と言われても終わりだ。俺のこそを可能に変えてみせる。ダイヤモンドの攻撃を受けろ。カーレットニードル、見ろ。しゃくな、言ったはずだ。一歩俺の攻撃を受けろ。攻撃をもらうとあなたの毒針にやられる。こんな終わりだわけにはいかない。スカーレットニードルは慈悲深い技。ロックかしら。あれも。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。まだクールに徹しきれんとは。この程度の闘技では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな、これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の奇跡を。スカーレットニードルは相手の体にサソリ座の星を表す15の深紅の針を突き立てる技だ。そして最後のアンタレスを打ち込めば、その相手は確実に死ぬ。ならばその前に、見ろ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には神の気持ちがわからんのか。神は天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。神は最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来ようとな。カミュ、そうだったのか。カミュに免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、
一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くとも苦しくとも熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと同じ時を歩んでいるということが喜びなのだ。ヒョンナ、君はたとえ五感全て失われようとこの命尽きるまで戦いはやめん。このキグナスの翼がある限りこの戦い、このミロが制してみせる。ファイト。神の手、命を賭して戦うことこそが聖女として生きた証なら、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応えよう。これがキグナスの効果だ。氷河を真の聖女と認めた。何かしたのか。命を助けるというのは侮辱になる。正々堂々と戦い、君の命を全力で奪う。来い、ミノフ。俺はこの試練の前に進む。諦めない。ダイヤモンド砲のために何かしたのか。まだ戦い続けるというのが終わりだ。スカーレットニードを受け、感も失われている。何かしたのか。俺の体は毒に侵されてきた。だが俺は逃げ出さない。この過酷な戦いは俺の呪われた運命を断ち切る。サルクチュアリにはびこる悪を予想するのならば、ダイヤモンド戦い続ける。ダイヤモンド。何かしたのか。俺は戦い続ける。このキングウィナー。男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。増票がいくら集まってもセイントには無力。氷河、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。俺がアンタレスを打ち込む間に急所である15の生命点を。ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。意識を失っていながらこれ以上どこへ行こうとする。ヒョンナ、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそそのアテナなのか。だとしたら俺たちは。今血止めの新王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。